然比革命更怕人才。私が原子力について勉強し始めた一番大きなきっかけは福島第一原子力発電所の事故です。あの事故によってそれまでの私が原子力についてその原理もリスクについても何も理解せずに利益だけを享受していたということに気づき、とてもショックでした。ですので大学では4年間原子力の安全ということに着目して研究を進めてきました。これからは私自身が原子力発電所に立ち、その安全性向上に貢献できたらと考えています。みんなが安心して使えるエネルギーを一人一人のそばへ届けられるよう、立派なエンジニアを目指して頑張りたいと思います。はい。